放送1回にして早くも話題のコーナーになるかもしれませんね。アメリカ・ニューヨークから最もホットな話題お伝えします。 Be ニューヨーカーです。はい、伝えてくれるのは現在ニューヨークに住んでいらっしゃいますあの諸星和美さんです。中継つながっています。呼んでみましょう。諸星さん。はい、こんにちは。諸星です。こんにちは。ただいまニューヨーク11月9日、はい、夜の10時27分を待ったところです。はい、気温は5度ということで先週より10度以下も寒いですね。本当に寒くなってきますね。もうコートがないと、はい、歩けない状態でですね。でもこの寒さがですねニューヨークをまた雰囲気をこう盛り上げてくれてます ね。ちなみに私、はい、また緊張してますんで全然寒くはありません。緊張ぶりは見えませんよ。顔から大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい、それでは、今週もまたニューヨークを歩き回ってまいりました。はい、インタレスティングなトピックです。いいですね。ニューヨーク丸々1週間ニューヨークミニッツです。どうぞ。CD を6年ぶりに発売したマイケル・ジャクソンがタイムズスクエアにやってきました。沸き起こるマイケル・コーマイクいやーすごい人だかり。さすがマイケル。珍しい生マイケルに花を渡すファン、そして舞い上がって踊り出すファンまでご本人はというと一応喜んでました。ご本人登場。ご本人が I'll have the Ben Stiller. One Ben Stiller. Oh, and can I get that with bacon? Hey, Stiller! Table 3! With bacon! 観光産業復活を願いニューヨーク市そして有名人たちが協力して作った CM が話題です。ジュリアーニ市長最後の大仕事。 You're not gonna believe this. That was the first time I put on ice skates in my life. これで観光客が戻ってきてくれることを本当に祈ります。というわけでですね、エンターテインメントのあるニュースが多かったんですが、マイケル・ジャクソン久しぶりに見ましたね。またすごいですね。相変わらず、はい、あのジャージ着てましたね。そう、もっと違うの着てほしいよ。ジャージ着て、ジャージ着てかっこ悪かったんですけど、顔は相変わらず整ってました。あとウッディ・アレさんなんですけど、あの CM はニューヨークに来れば夢が叶うという CM らしいです。はい、それであとはですね、今週の日曜日ニューヨークマラソンも行われました。そうでした。そうでした。いろいろな人がいろんな思いを込めて走るニューヨークマラソン、今年はアメリカの旗を掲げて走る人が目立ちました。それから消防士の人たち人々もテロで犠牲になった仲間のためにマラソンに参加しました。というわけで、今回の B ニューヨーカーのテーマはこちら、はい、英雄です。英語でわかりますよね。もちろんヒーローです。はい、日本ではですね、あまり使われない言葉なんですが、アメリカではこのヒーローという単語は頻繁に使われてます。今ニューヨーカーで、ヒーローといえば消防士、今回その消防士の人たちのところに行って、体で体験してきましたんで、こちらをご覧ください。はい、それでは Be ニューヨーカー Here we go。あの日勇敢に立ち向かったファイヤーファイター、彼らの心はグランドゼロから去ることはできません。ビルの崩壊によって犠牲となったニューヨークのファイヤーファイターの数は343人。2ヶ月近い今でも彼らの葬儀は未だしめやかに行われ続けています。一人のファイヤーファイターのお葬式なんだけど、こんなにこうニューヨーク中のファイヤーファイター、そして一般の人が集まって、やっぱファイヤーファイターってすごくニューヨークの人に愛されて、まあ、尊敬されてるんだろうなと初めてこう肌で実感したって感じですね。崩壊した世界貿易センターで救出活動を続けてきたファイヤーファイターの一人を紹介され訪ねてみました。勝さんはウォール街で働く弁護士、自宅がある郊外のロングアイランドの消防署でボランティアファイヤーファイターとして活動しています。今日は彼のファイヤーファイターの生活を見に来ました。やっぱこれですね。 OK Give it a shot。 OK 開けないでこれ。 Help You ready to go?まずは初歩の訓練。消火栓から水を出しホースにつなぎます。You ready? Okay. Okay, go. Okay.
on, come on, they need the water. Okay, quick, quick, quick. They need the water. ほら、入んないぞ。Make sure it's locked. There. 実際にはこれを1分ほどでやらなくてはなりません。Excellent.この消防署は100年近く前に創設されました。現在メンバーは155人、しかしお金をもらって働いているファイヤーファイターはここにはいません。だから日本にはあんまり馴染みがやっぱりないというかね、もちろんボランティアという形はあるんだろうけど、ここまでやっぱりあるとはね、やっぱ思いませんでしたね。その助け合う気持ちというかね、やっぱすごいですね。近くで本当の火事が起きました。今煙の匂いがするっていうんで連絡が入ったらしいんですけど、行ってみないとちょっと分かんないと。ライト消して。ちょっとやっぱりね、ここは入っちゃいけないってことで。なんか現場こういう格好していくとね、脱げって言われちゃいましたけど、この男たちの戦いっていうのは結構奥深いですね。今から練習が始まります。訓練ですね。私も参加できるかどうか分かんないですけど、させてもらいます。実際の消火訓練は恐ろしいほどリアルで厳しいものでした。煙の中で立ち尽くし、体が動きません。カツさんはこう言いました。人を助けるということはつながっていく。自分が誰かを助け、誰かが自分の妻や子、家族を助ける、そんな風につながっていくためにもボランティアで人助けをすることは大切なんだと。大変な仕事ですね。普段ですね、消防車のサイレンを聞くとうるさいなと思ってた僕なんですが、彼たちの働きを見ているとですね、本当に自然な気持ちでボランティアに当たり前のこととしてやっていて、そして当たり前のことのレベルをまた上げようと、訓練をしている彼たち、本当にびっくりしました。確かにおっしゃる通りで、ボランティアですから、その技術を常にあるレベルに保っておくこと、これ大変な努力が必要ですよね。そうですね、僕も実際に入ってみたんですけど、やっぱり腰を抜かすぐらいに、やっぱり何もできなかったですね。はい、でこちらですね、ヒーローに変身ができるとでも言いましょうか、ファイヤーファイターのユニフォームです。今週もまた撮ってまいりました。はい、はい、今日の1枚です。この492というのは、これは、この僕が借りたユニフォームなんですが、この番号は人のその人の番号だと思うんですけど、そこまで調べていません。すいません。はい。492という番号に愛情を持ってね、これからそうです、ね、やってくれるんで。はい、わかりました。いや、確かにその消防士というのは大変な、その子どもたちの憧れの的、尊敬を集める仕事でね、ヒーローですよね。その陰にはこういった努力がなされているということでありました。 Be My New Yorker でした。諸星さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。続いてはこちらのコーナーです。はい、世界中から気になる話題を今週も集めてまいりました。こちらをどうぞ。